えー、皆さん、こんにちは、こんばんは。えー、第54回目は、例外のキャッチを行ってみたいと思います。えっ、ー、と、前回は、えっ、ー、と、ヒットポイントが0以下になったときに、えっ、ー、と、まあ、このゲームオーバーの判定をするために、えっ、ー、と、プレイヤーのインスタンスを、えー、ヌルにして、えっ、ー、と、ヌルポイントエクセプション、あの、いわゆるヌルポーとかですね、発生させたりみたいなことをしましたが、えっ、ー、と、今回は、えっ、ー、と、その続きを、えー、もう少し行ってみたいと思います。 まずソースを開きますでえっ、ー、と該当の箇所ですがうんとまあ心当たりですねまあ一番最後で、えー、ヌルを代入しましたよね、まあ、ヒットポイントが0っていうのとそれえっ、ー、とこの実体がもうヌル、まあ、空っぽっていうのは、えー、と意味が大きく違うよみたいな話を、えー、と前回したかと思います、まあ、ヒットポイントが0っていうのはまあドラクエに例えれば まあ、ザキみたいな感じでこっちはニフラムみたいな感じですかね <laughs> まあそこまでドラクエに例える必要ないんですがえっ、ー、とまあそんな感じでえっ、ー、とまあ、えー、と死んじゃったよというのを、えー、と表現したいということで、まあ、こんな感じに、えー、したのが前回ですでえっ、ー、とここからが、えー、と本日の話題なんですが、えーとまあ、あの前回この if 文を最初もっと手前の方に書いてたんでしたよね これで、えー、と動かすとどうなるかというと、まあ、コンパイルは通るんだけど動かした時にエラーが出ると、まあ、実行時エラーと呼ばれるものが発生してしまいますよという、えー、ことだったと思うんですがこれですねで、えー、とこのメッセージを見てみると、まあ、143行目でヌルポイン x エクセプションが発生していますって言われてしまうと。 まあここですね。まあ、死んじゃったのにレベル上げとかできねえよって話ですよね。で、えっ、ー、と、まあ、これが前回の話で、で、まあ、その対策として、まあ、この if 文を切り取って下に持ってったわけですが、まあ、今回は、if 文は、えっ、ー、と、下に持っていかずに、まあ、一番下には持っていかずに、なんかもうちょっと他の方法を、えー、試してみたいと思います。どうするのかというと、 えとこの if 文を下に持っていくんではなく、まあ、この if 文から下にあるもので、えっと、上に持ってって差し支えないものをとりあえずまず上に持っていってしまいたいと思います。でそうなると,、えー、とまずこれですね敵が何匹現れたた後いくつのダメージ受けっってもっと上で確定しますよ、ねまあ具体的にはこのダメージ量が決まった直後に確定しますので、まあ、こっちに移すことができるかと思います。 で、えっ、ー、と、レベルが上がるかどうかは、えっ、ー、と、まあ、プレイヤーが生きてるかどうかに依存するので無理ですね。なので、まあ、これだけなんですけれども。えっ、ー、と、まあ、とりあえず、これで、えっ、ー、と、コンパイルして実行するとどうなるかっていうと、146行目でやっぱり、えっ、ー、と、塗るポインターになるんですよね。一応やりますかね。まあ、この <laughs>、 えと実行ジェラーってまだ前回からやり始めたばっかりですからね。まあ、なかなか慣れるまで、えーと、すんなりは想像できないかもしれませんので、まあ、こんな感じで146行目がやっぱりダメだと。ここがダメって言われますね。で、えーとまあ、これが本題なんですが、えーとまあ、本日の話題の本題。まあ、ダメって言われるんですけれども、 まあコンパイルエラーの時と違って、まあ、実行してみてダメだったわけですよね。で、ダメだったっていうのはどういうことなのかというと、まあ、あ Windows で例えばあのなんか致命的なエラーとかってあのプログラムが強制終了してしまうようなタイプはまあ本当にダメなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、さっきこの画面を見ながら動かしましたけれども、まあ、確かにこの変なメッセージ出ちゃいましたよね。出ちゃいましたけど、じゃあプログラムが終わっちゃったか っていう観点でもう一度見ていただきたいんですがまあこうなりますがここの画面えっと消えてないですよねでここで普通になんか2とか押したらどうなるのかってことなんですが押してみますえっと今2って押してエンター押しちゃったなエンターを押すとえっとまたこの 最初のステータスに戻ってでここのメッセージも普通に出てますよねでここで2とかでやってまた普通に続けられるんですよつまりえっ、ー、とまああの場合によるんですけれどもね、まあ、このケースの場合は、まあ、このヌルでおかしかったよっていう、えー、とエラーなんですけれども、まあ、あくまでも警告であって まあ、プログラムが終わっちゃうほど深刻な問題ではなかったですという話なんですね。で、えっ、ー、と、そうなると、まああの、深刻じゃなかったってことは、まあ、言いかれば、なんか対処法があるってことなんですね。でそれが、あの、今回の、えっ、ー、と、例外のキャッチという処理なんですが、えっ、ー、と、まあ、とりあえず記述してみますので、まあ、それを見てみてください。で、ちょっとその前に、これ。 これは、えっ、ー、と、ステータス表示なので、ここに移せますね。この方がいいや。で、ここからが本日の本題ですよね。ここの部分をどうにかしたいということで、えっ、ー、と、これを、えっ、ー、と、ちょっと、えー、改造していきたいと思います。で、えっ、ー、と、まず、ここにトライって書きます。で、まあ、一応、インデントを。 えっとで、こうかなでキャッチと書きますでここに塗るポインターエクセプションと書きます。で、この後に2位の変数名を書くんですが、まあ普通は関連で E とか関連で、えー、っと E とか書くんですけれども、ちょっと E ってここで使っちゃってるんで NPE とかにします。まあ何でもいいです。で、ここにこれを貼り でこれはもういらないと、まあ、こんな感じに改造しますこれで、えー、とコンパイルして実行するとどうなるかということなんですがうんまあこんな感じでえっ、ー、と何の問題もなく動くという,いうことですね では、この記述したプログラムの流れを解説しますが、まあ、ここまではいいですよね。まあ、えっ、ー、と、ヌルに、ヒットポイントが0以下だったらヌルにすると。で、まあ、あの、プログラム普通に上から実行していくので、まあ、えー、147,148,149,50,151って、えー、実行して15、152,153,154っていくんですが、えっ、ー、と、155まで、まあ、より正確に言うと、まあ、ここまで、えー この中括弧閉じまで行ったら、えー、とここは、えー、と飛ばします。実行されません。で、えー、とこの先の158行目にジャンプします。だから、まあ、イフ文みたいなイメージですかね。ふだんは、えー、と正常な場合はここしか、えー、とここまでしか実行しないっていう感じになります。じゃあ、ここはいつ実行されるのってことなんですが、このトライとキャッチの間のここの部分でもし、 この、えー、例外がが発生した場合には、えー、ここが実行されますつまり、えーまあ、ヒットポイントがゼロでヌルになってしまった場合の、えー、流れなんですがこう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 ,う153行目を実行しようとした時点で、えー、とエラー,、えーと例外が発生するので、まあ、ここはキャンセルされて、えー、156行目にジャンプします。 で、これが実行されて15、157、158っていう感じで、えー、っと、あとは普通に実行されるという感じです。なので、まあ、特殊な if 文みたいな感じですね。まあ、だから、イメージ的には、もし、プレイヤーが、えー、っと、塗るじゃなかったら、または、 まだかつまりヌルだったみたいな。まあこんな感じに近い感じですね。まあただこのイフ文だとここはまあ絶対実行されませんがこのトライの場合はトライトライキャッチ公文の場合はまあトライだからまあ試すんですね。これを実行しようとしてみて試してダメだったらここへ行くっていう感じになります。まあそこがイフ文との大きな違いですね。 だから、あの、if 文だと、この、カッコのくくりでしか制御できませんが、例えば、ここの中に、えっ、ー、と、何かしら別の処理、まあか、か、s プラスイコール、とかってやれば、これは、この、これが塗るかどうかに関わらず、必ず実行されます。えっ、ー、と、ゲームオーバーの場合でも、そうじゃない場合でも、必ずこれは実行されます。それは試した方がいいか。まあ、そこが if 文で制御するのと、 との大きな違いですか、ね、まあここに A って表示されますよね。うん。まあふは A って表示されるしゲームオーバーの場合もここに A って表示されるという感じでこれに関しては常に実行されると。それがまあ異譜との大きな違いですね。まあ実際にはもっと他にえっ、ー、とーいえっ、ー、と間、まあ、違いがあるんですけれどもね。 まあ最初はそんな感じで理解していただければと思います。えー、では今回は以上になります。で、えっ、ー、と、前々回の動画にいただいたコメントに返信しますが、えっ、ー、と、初期値の方が単純構造でいいのかなっていうことですが、これはあれですね、あのー、プレイヤーの、えっ、ー、と、値の初期化ですね。まあ、どういった感じで初期化するのが、まあ、えっ、ー、と、優れてるのかって話ですね。まあ、単純構造。 うんまあ、やっぱりコンストラクターでやるっていうのがやっぱりいいと言われています。えっ、ー、となんでかっていうのをですねえっ、ー、と口で説明するのは難しくて、まあ、クラスというものを何度も使ってれば、まあ、基本的にはコンストラクターでやるのが、えー、とベストだってだんだん、えー、と実感してもらうしかないですねこれは自分で作って。なのでちょっと申し訳ないんですが、えー、と説明という形では難しいですね。 で、えー、っと、他のコメントですが、うん。うんと、まあ、セーブという概念がないから初期値に戻るのは不自然ではないと思うがってことですが、まあ、これあれですね、あの、ヒットポイントが0イコール死亡、ゲームオーバーっていう、使用に関してですよね。うん。まあ、こう言ってもらえたりっていうことはあれですね。えっ、ー、と、まあ、セーブという概念がですね、まあ、ないっていう時点でちょっと、まあ、今時のゲームとしてちょっとありえないですよね。 逆に言うと、あの、まあ、ファミコン世代とかね、は、えっ、ー、と、なかったわけで、えっ、ー、と、まあ、つまりですね、それを勝手に頭の中で私が想像してたので、あんな感じの仕様になってしまったと。でも、ま、考えてみたら、この動画の視聴者さんって、ファミコン世代じゃないですよね。セーブがないとかってありえないですよね。まあ、ファミコンだってね、ドラクエ3からね、セーブありますからね。うん。えっ、ー、と、 えー、ベクターに登録してみてはどうですかってことですがうんまああの登録したんですけどね昔まああのー、えっと今だから言えるんですけれどもまああのゲームのえっとえー、っと問題点というかまあ失敗した理由ですよね、えー、まあぶっちゃけて言うとですねまあ今だから言えるんですがあんまり鉄道に興味が <laughs> ないんですよね にも関わらず、じゃあなんであんなゲーム作ったのってことなんですが、まあもともとあの、シムシティやら、A 列車で行こうやら、まああとシムトランスなんていうフリーゲームもあるんですが、まあそういうのは好きだったので、まあそういった感覚で、えー、っと最初作ってたんですけども、まあなんか、掲示板での要望が鉄道関連のことばっかりだったんで、なんかまあその要望に応えていったらいつの間にかなんか鉄道ゲームっぽくなって、まあそうなると私自身のなんか鉄道の知識不足がなんか、 ね問題に、えっと、ネックになって、なんかちょっと半端なゲームになっちゃったなっていうのが、まあ、失敗の、まあ、失敗っていうほど失敗じゃないんですけどね。まあ、あんまりものにならなかった要因ですかね。うん。まあ100、100%失敗作っていうほどでもないんですけどね。うん。まあ、自分の得意分野で勝負した方がいいってことですね。で、えー、っと、そうなると、 某サイトみたいにソースコードや動画の文字起こしを有料で提供するのもありかも評判良いらしいしってことですがこれあの知らなかったんですけどそんなサイトがあるんですねこの差し支えなければこの「某サイト」っていうのを教えてほしいんですけれども文字起こしを動画の文字起こしを有料で提供まあつまりあれですよね動画を見て自分で 真似て移せばタダで手に入るソースコードもまあそれが面倒というか何ですかね時間的な余裕がないとかですかねまあそうですよね、まあ、学生さんとかだったらね、えー、金はないけど時間はあり余ってるみたいなね環境だったら <laughs> えと当然こんな有料のサービスは利用しないでしょうけれどもまあ逆に社会人だったらねうん なはしたガネよりも時間の方が大事ですからね。まあはしたがっていくらなのか。ちょっとこのサイトの有料の有額が全く想像つかないんであれですけど。何ですかね。ここは、このサイトはなんか要望に応えてコーディングしたりするんですかね。でもなんかそれだとなんか言われたものを作るんだとなんか請負いの仕事とあまり変わんないような気もしますが。 うん、まあそうですね。なんか請負の仕事って言われると急になんか <laughs> やる気がなくなるんで、まあ、この動画に対して、あのー、なんか要望をくれる分にはいいですけどね。あのー、お金出すから、この動画の方針っていうか今後の、えっと、開す方針をこんな風にしてくれみたいな。こんな感じのゲームを目指してくれみたいな。とか、まあ。 ねまあ、FF の最新作目指せとか言われても困りますけれどもまあなんか RPG なんだからなんかマップ表示してスクロールするような感じにしてよみたいな感じの要望をなんか有料で <laughs> してもらえるんだったら、あのー、全然いいですけどねまああとはなんか更新早いとかありますがもう内容は任せるからとにかく更新早くしてお金出すからとかでも別に全然いいですけどねそんな 需要があるんですか、ね、まあその「有料がいくらか」って全く想像つかないんであれですけど請負いの開発のえっと額とかっていう基準で言ったらねとてもじゃないけどあれですけどまあ別に動画の方針に対して口出したいぐらいの意味合いだったら全然安くていいですけどね。とはいえじゃあ。 100円出すからなんか1日3本ぐらい動画更新1ヶ月間続けてとか言われても困りますけどね。うん。じゃあ1000円なら、じゃあ1万円ならって言われて、じゃあ、えっと、どこで、えっと、その妥協点じゃないですけど、どうなんですかね。まあそういう需要あるんですかね。うん。あるんならね、まあそもそもあれですよね、更新が遅い理由は仕事してるから 何か,か前,回か,前々回か言いましたよ、ね、なんかそのなんだお客さんの先にでなんかパソコンの使い方とかってかまあソフトの使い方とか説明してたんですよ。でお客さんのパソコンがなんか未だに XP とかでなんか遅いとか言われて「ほなん当たり前じゃん」みたいなね。っていう気持ちのまま家に帰ってまた動画内で喋る気にはならないわけですよ。 で、まあ、そういう、なんか、ね、あの、まあ、定職じゃなくて、えっと、単発な、単発って言っても1日じゃないですけどね、そういう2ヶ月とかいう感じの仕事ばっかりやってるわけで、まあ、言い換えれば別に金さえ手に入ればどうだっていうわけですよ。というわけで、えっと、これに興味があると。これ、このサイ某サイトも興味ありますし、まあ、この動画に対する、 えっと、口出しを有料でしたいという話も、えっと、もし、えっと、興味がある方はコメントいただければと思います。うん。ぜひお願いします。<laughs> とか言って、いやらしいと思われるのかな。とはいえね、なんか、ずっと安定して動画投稿するのもね、まあ大変なわけですよ。なので、ご協力いただければと思います。 えー、では最後までご視聴ありがとうございました。